なんで岡田斗司夫はそんなものを語るんだと思われるかわかんないんですけども、バチェラージャパンの話ですね。バチェラージャパンね、すごい勧められたんですよ。岡田敏夫ゼミで取り上げるものは偏っていると。それは知ってますよ。だって僕は好きなものを取り上げるんですから。金曜ロードショーでジブリやったらジブリなんですけども。そういうですね、話題性があるものはいいんですけども、それ以外の時って もう本当にマイナーななネタばっかか。りやるじゃないですかでもうちょっとメジャーな誰でも見,れる見てるような作品を取り上げた方がいいというふうに言われてですね「見てる人すごく多いです」「バチェラ・ジャパンぜひ見てください」と言われてです、ね、ただこのゼミを見てる人と全く興味かぶらないと思うんですよね。 ということは逆にじゃあなんかいろんな発見あるんじゃないかなと思って見てみたんですよ。まああの結論から言うとい,いろんな発見はものすごくあったんですけどもですね。もともと僕はあのテラスハウスみたいなですね恋愛リアリティ番組はダメなんですよね。おもし楽しくないんですよ。恋愛リアリティって言われているのがリアリティに見えないんですよね。だってねカメラのやっぱ存在気になるし素人集めてさあなんか移動する車に乗って世界 旅してますとかです、ね、あとす素敵なお家を用意したのでそこにみんなで共同生活って言ってもですね隠しカメラだからみんなだんだん意識しないようになると思っている人いるかもわかんないんですけども番組見るとですねちゃんとその時に喋ってる人にアップになってるわけですよね。ということはやっぱカメラマンがいてですねその場でですねこうカメラ振ってるわけですよね。 みんなピンマイクつけてないのに音声恐ろしく拾ってるんですよ。そんなことないんですよ、ね、そんな技術はまだ人類は手に入れてないので,です、ね、あれはいわゆる恋愛リアリティーショーっていうのはあのカメラをちょっと引いてみたらどうなってるのかっていうとガンマイクっていうですねこの棒の先についたでっかいマイクをギリギリまで持っていって照明さんがちゃんと照らしてっていうふうにやってるわけですねそれをしないと音声が撮れないし絵もちゃんと撮れないんですよ。つまり、素人は隠し カメラ撮っているように見せかけているんですけどもそんな絵とか音だったら地上波ではオンエアできないんですねでただそれでもですねそのテラスハウスにしても相乗りとかにしてもです、ね、スタッフは一生懸命ドキュメンタリーっぽく撮ろうとしてるんですよねだからそういうですねドキュメンタリーっぽく撮ろうとしてる努力は僕は嫌いじゃないしその感じはですね割と評価してるんですよ。あんまり僕がそういう系列が好きじゃないというだけでだ技術としてはすごい高いと思います。本当に 何も知らない人が見たら隠しカメラみたいに見えちゃうです、ね、感じてしまう演出というのは大したものだと思うんですけどもその見方で,です、ね、バチェラー・ジャパンを見ると、まあ、確かに新しい発見だらけで,です、ね、僕が今言った恋愛リアリティ番組をこれまで恋愛リアリティ番組を成立させているいわゆる相乗りとかテラスハウスで,です、ね、やっているです、ね、リアルに見せる工夫というのを全部放棄してるんです、ね。もう 全くやってないんですよ。<laughs> 本当に。バチェラジャパンで後であのアマゾンのプライムだけあ入ってる人は見てみてください僕が今言ったようなですねあのいやこれはこっそり撮ってるんですよ隠しカメラですよみたいに見せかける手っていうのを全部捨ててるんですよね逆に言えばですねそういうことをテレビ見るときに見えないというか見たくない人たちに向けて作った作品だからあのね 2人きりであのちょっとあのこのあとバチュラーとその女の子の誰かが2人でへあの自分たちの部屋に行ったとかテントの中に入っていったって 言うときに、その瞬間にカメラが絶妙の位置にあってですね。で、絶妙の位置でカーテンがシャッと閉まったり、ドアがパタンと閉まったりするんですよ。こんなもんね、リハーサルしてないとできるはずがないんです。その、なんでそこに急になんかこう手を引っ張って入っていって、えってみんなが言ってるように見えて、えっていうみんなの顔のフォローがあるんですけども、何台か、そんなもん撮れないんですよ、絶対に。生だったら。少なくとも、もしそれが、 シナリオがあるとは僕も思わないです。そんなもんシナリオあると逆に言えば出てる人のあんなリアルな反応は取れないんですね。反応はリアルなんだけども取り方がリアルじゃないんですよ。ということは1回目やってその後のリアクションだけ。 後で撮ってるということだと思うんですけど、まあ、そもそもそういうことを気にしないとか見てるから,からあまり気にしなくていいかもわかんないんですけど、まあ、本当にカメラがですねあのフレームが決まりすぎてるんですねで決まりすぎてるけどもやっぱそこら辺のことはやっぱ気にしないそうに向けてるんですけどもかつてですねあの BS 漫画屋わっていうですね NHK で漫画を語る番組があってです、ね、僕も出演してたんですけどその中に夏目房三助さんっていうです、ね、夏目漱石のお孫さんですね夏目漱石のお孫さんの漫画研究家の方が出てて学習院大学の教授なんですけどもこの方がですね男性向け漫画と女性向け漫画の何が違うのかと。 根本的に何が違ううののかっていうのを語っててて、ね、いを語石川純さんとかも入ってです、ね、でその中で夏目さんが言ったのが僕はあこれはね面白いなと思ったのが男性漫画っていいうのは見見たくないリアルを見せるんだっって言ったんですね。だからあの見たくないリアル例えばその道路にはマンホールがあってマンホールの周りにはサビがあって建物のコンクリートっていうのはどっかひび割れてたりです、ね、草が入ったりするっていうこういうリアルを描くのが男性向け漫画と。 逆には、このリアルに見たくないものを描くことによって、リアリティを出す。と。それに対して、女性漫画っていうのは、見たくないリアル、そういう雑音みたいなリアルっていうのは、あえて隠すようにするっていうふう味ですね。まあ、それがちょっと決め台詞っぽくて、僕はすごい面白かったんですけども。つまり、女性漫画では、見たくないものは描かないようにするということは、イケメンとか美女じゃないキャラクターというのは、すべてモブか悪役になるんですね。 いわゆるセリフとかがほとんどない関係ない俳優になるのか。もしくは悪役になると。で、そういうふうに作った方が女性漫画としてはリアルだ。男性漫画のリアルというのはいかにみっともないものをディティールを重ねていくのかでリアリティを出すんですけれども。女性漫画のリアルというのは女性というのはそういうのを見えないように。 するというか、見ないようにして自分の中の女性らしさっていうのを保つのでそういう嫌なものっていうのを描かないようにした方が実は女性漫画としてはリアルになるんだ。 指摘だったんですね。この番組はですね徹底して女性向けに作られているというか一部の女性向けっていった方がいいのかな同じ感性を持っている男性向けっていうふうに言ったらいいんでしょうかねめちゃくちゃ化粧をするタイプの人というふうに言えばいいのか男性でも化粧をする人って言ってもいいんでしょうつまり化粧っていうかメイクっていうのは基本的にいろんな理由でするんでしょうけども自分の肌とかそういうふうな中の見たくないもの見せたくないものというのを消していってきれいにしていく行為ですよね。男性ででもメイクしたりですね、朝髪の毛とか とかすごい熱心にセットする人いるんですけどそれもやっぱり自分の中の見たくないもの見せたくないものってのを隠そうとするんですけどそういう思考をもともと今ちょっとメイクとね並べていったのは無理があるかもわかるんないですけどそういうですね思考を持ってる人にはものすごいフィットする番組。 なんですよただ僕のようにあの漫画っていいうのを見たくないディティテールですよね。弁護士の苦情とかです、ね、そういう風な漫画をあの闇金牛島君も嫌々ながら読んでしまうような人間にとってはですねちょっとこうキラキラすぎて隠しすぎててですねちょっとこう見たくないなと思っちゃうんですよね。だから バチェラージャパン見てですね素敵とか感じたりです,、ね、するような人がまあ見てるんでしょうけどももう一つは多分うわ登場人物全部バカだっていうふうに大笑いできるような人も多分喜んで見てるんだと思いますね多分どっちかですよねあのキラキラ加減を素敵と見てるかうわバカばかりだというふうにしてる人は見てると思うんですけどもバチェラージャパン見てる時のこのざわざわ感僕の心の中のざわざわ感っていうのを なんか似てる番組ないかなと思って考えたんですけど見つけたんですけども深夜とかお昼にやってる通販番組通販番組ってみんなやらせかっていうふうに思ってるでしょうけどあれやらせじゃないんですよ。基本的なシナリオはあるんだけども、ほとんどフリー演技に近いんですね。多分、分この部分は触れててくださいっていっうふうなことを司会者が言われてるんですけどもそれぞれ出てるコメンテーターですね通販番組見てるうわこれすごいとかあこれ欲しくなりますよって言ってる人ってもう本当にみんな 素でやってるんでですよ。素でやってる人でないと通販番組に出れないんですよね。そこでなんか過剰な演技する人は落とされてそうじゃなくて本当にああいうのを見てほしいなとかいいなと思う人が生き残りで残ってるというそういうふうな世界なんですけども出演者はできるだけだからリアルな感想を喋ってるで見てる側もシナリオの存在というかその設定の存在は知ってるけどもあえて騙されるような気持ちになって遊んでるっていうのが 僕、あの、通販番組だと思ってるんですけども、同じようにですね、バチェラジャパンに熱中できる人っていうのは、多分登場する男とか女のトークとがですね、本音っぽく聞こえるんでしょうね。あの、カメラを意識した本音っぽい建前もあると思うんですけど、そういうのが割と、あの、平気な人だと思うんですよ。これが楽しめるかどうかなんですよね。僕はやっぱ、あの、深夜とか昼の通販番組が楽しめないので、同じようにですね、バチェラジャパンの。 ナレーターの盛り上げですね。ナレータータの盛り上げとかです、ね、司会の今田耕司とかです、ね、コメンテーターの指原のツッコミにも冷めちゃうんですよね。なんかそういう通販番組のコメントと同じように司会者とか指原とかがコメントすることによってリアリティを増そうとしてる盛り上げ方がちょっと冷めちゃうんですけども。 なんかねあの、アマゾンの、ね、ドキュメント風番組って手法全部同じなんですよね。割とバレちゃったのが「ザ・マスクド・シンガー」という番組であの正体がわからない超有名人セレブがこんなものすごい衣装を着てわからないようにコスプレしてそして歌を歌ってるってもう誰が見ても初登場の時からこれ小林幸子だろうってみんな思ってたのに <laughs> バカリズムは第1回第2回でしてゲストで出てきてコメント出して我慢ができなくて「いやこれどう見ても小林幸子でしょ」って言ったんですけど。<laughs> 周りが、いやでも小林さんは出ない日がいないとかって言ってて最終回まで引っ張って引っ張って引っ張って持ってったんですけどもアマゾンのオリリリジナルっっててこれなんででですすすよ。世界中で流行っているるリリティ番組を日本にも輸入するというやつですね。だから「バチェラー」ももちろんアメリカなり他の国なりにオリジナルがあってですねでオリジナルの最初の方はどんどん地味な作品出てくるんですけどもエピソードが進むにつれて男性側がですねだんだん過激な人になってきて女性に要求すること とも多くなってて、きアメリカ版の「バチェラー」では確かもう本当にあの女の子とですね実際に途中で何人かセックスしたりもしてるみたいなんですけどもそれのステップ踏んでるだけなんですね。今も今日本の「バチェラー・ジャパン」ってシーズン4なんですけどもシーズン4でいきなり男性がキスしたりしてきてるから今回の「バチェラー」は違うって言ってるんですけど違うんですよ。 バチェラが違うんじゃなくて本国のシリーズに合わせてるだけだからこっから先どん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 表現が過激になっていくというのはもう分かってるんですけども。 まあ、それもま多分マスクドシンガーと同じであえてやっぱりその出演者ですね出演者というかまあそのプロの,あの今田耕司とか指原は「えこんなバチェラー今までいなかったいやこれすごいですよね画期的ですよね」っていうふうにマスクドシンガーで小林幸子に気が付かないふりの人と同じようにこう盛り上げると思うんですけど僕やっぱだからマスクドシンガーはあまりにもバカらしくてダメだったんですけども「バチェラー」ね我慢してみたけどもやっぱちょっとついていけなかったですね。